こんにちは、加藤理香です。9月7、8、8かな、8日、日曜日、すごく暑い。ただいま33度。台風前で暑いから、明日からね、旅行などでどうしても今日撮らなければいけない9月上旬です。9月上旬の玄関には模様です。あのね、8月下旬からほとんど変わっておりません、さっと写してみたいと思います。ほぼ変わり映えのない感じでしょ。なので今回はさーっとさーっとね、もう暑くてさ、早く引き上げたい。本当にさっと行くよ。なんとここのプランターはね、全然ダメ。ようやく1個キュウリになったけど、日当たりの関係かな、泥が悪かったんかな、いっぱい枯れた。これなんだったっけ、サラダ大根はなんとか、白菜の芽は出てます。いきなりトマトが伸び出したというか、トマトの挿し木は微妙かな。もうしおれてきとるピーマン。キュウリはね、ここのキュウリはね、かなりなったよ。だいぶ食べたけどまだなってますよ。ここにもなっとった。おったよ、キュウリ。もうナスもしなびたね。ダメだな、もう捨てようかな。サラダ大根だ。もうトマトはダメっぽいかも。もう諦めてチューリップとか植え始めたらいいかな。ダメじゃない。シソはいっぱいなっとるぞ。ここね、ムカデの薬撒いたんよね。うわわわ、いや虫来た、いや蜂来た、蜂来た。うわわわ、虫が。玄関の横のコーナーなんですが、マリーゴールドがやたらでかくなってるんですよね。うわぁ、ちょっとすごい暑さだよ。暑くてさすごい足早になってしまう。道にそう元気ジンや、この芋元気だな。ここのプランターのキュウリもね、よろしくないね。だいぶ枯れてね、これしか残っておりません。